やっていきたいと思います。まずは内臓をですね、取って、未知の世界や内臓をね破って、なんかぐちゃぐちゃにならないようにしたいね。どうなってんの一体、いちいちでかいし厚みあるな。よしよし、うーわすごい内臓、やばいわ、いちいちやばいわ。いちいちパワーいるな。さて、ふおふおふお、内臓出てきた。これもね、手術のレベルですね。へえ、すげえな。おお、綺麗に取れましたよ。イエス。このね、背骨に当てるっていうのがポイントみたいですね。背骨の音がします。うん、 OK。お？よっ、お、いいぞ。Yes, yes. 調子いいよ。あとちょっと。あとちょっとです。うん。滑る。うん。うん。うん。Yes! Yes! 来た。よし、よし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 、うまい、よくやった、 Well done。 よし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 、よし、 Yes yes yes。 でかすぎてえげつないことになってる。さて、おお、身がちゃんと歯が入るわ。
これもね、ちゃんと背骨に当たる音をこう感じながら、イエスイエス、よし、よし、いいぞ、うん、うん、ちょっとうまくいってないな、イエス、はあ、はあ、うん、3枚3枚に下ろせました。3枚に下ろせた。血が飛び散ってるよね。もう死体処理をするみたい。飛び散った血をね、きれいに取って。証拠がない。跡形もなく。拙いながらもなんとか3枚におろして、はい、刺身を作ることができました。早速いただきたいと思います。いただきます。異次元、弾力が半端じゃない。ほんとね、これお世辞抜きで釣りたてかってぐらい、もうまず臭みとか当たり前ですけど一切ないですよね。もう身の弾け方、油の乗り方、これは上質。いやー、これは
もうこの一匹が来たことによってもうイベントが開催できる、あっと出ちゃいましたね、イベントが開催できるレベルですね。うん、祭りですよ、祭り。感謝します。ありがとうございます。